はい、皆さんお疲れ様です。それでは第11回となります新潟県新型コロナウイルス感染症対策本部会議を始めたいと思います。なお、いつもお伝えしておりますけれども、この会議の内容音声につきましては地方本部であります地域振興局にも流れておりますので、ご承知をお聞きいただきたいと思います。それでは会議の冒頭、本部長であります花住知事からご挨拶をいただきたいと思います。お願いいたします。これまでも病床の確保など医療提供体制の充実に取り組んでまいりましたけれども、この大型連休を前にして改めて取りまとめを行ったところ400床を超える入院可能病床の確保について医療機関からご協力が得られることになりました。前回より100床以上の増加であります。医療機関の皆様にはこの場を借りて厚く感謝申し上げたいと思います。そしてまたこの大型連休中であっても平日と変わらない新型コロナウイルス感染症の診療体制の確保も重要であります。引き続き患者が大幅に増加したとしても医療崩壊を起こさずに必要な医療を適切に提供できるよう医療関係者の方々と協力をし医療提供体制の整備に努めていただきたいと思います。またこれまでも繰り返し県民の皆様に呼びかけを行ってきたところですが、明日からの大型連休を控え改めて感染拡大を防止するため外出の自粛、県境をまたぐ移動の自粛、休業要請への協力について強く呼びかける必要があります。今が非常に重要な時期であるという認識に立って不要不急の外出を控えていただくよう県民の皆様への周知をよろしくお願いいたします。また本日から事業に大きな影響を受けている事業者への支援制度の一つである最大3000万、3年間実質無利子、保証料ゼロという特別融資、この受付が始まりました。さらに4営業日程度で迅速に入金が可能となるつなぎ融資の受付も合わせて開始することといたしました。緊急的な資金調達の手段として、事業者の皆様に広く周知を図るとともに制度の活用を呼びかけていただきたいと思います。引き続き町内一丸となって感染拡大防止に向けて各種の対策に取り組んでいただきたいと思います。私からは以上です。はい、ありがとうございました。それでは